こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。自己紹介ということでね、私の今の生活と、まあ、どんなふうなきっかけでね、えー、転売を、えー、教えたりやるようになったのか、あるいはね、えー、あなたがその私のように好きな時に旅行に行きたいとかね、まあ、気楽に自分の、えー、考えと、ね、ペースで働きたいという場合はね、えー、この記事は あななたのライイフスタイルを変えるるきっかかけになるかもしれません。満員電車に揺られて毎日働き休みの日には疲れてぐったり、まあ、それだけ働いているのに老後の不安がのしかかるとほとんどの日本人はこんな不安と不満を抱えているのではないでしょうかまあ私も今でこそまあ気楽にえ暮らしているように見えますけど、えー、実はもっと若い頃はねこんなに働いて どうなるのかなと、ねえー。なんか、明るい未来が待ってる気が全くしないなと思ってたことはありました。まあ、理想を言えば、将来の不安をなくして、好きな時にゆっくりと旅を楽しむ。それぐらいの稼ぎが欲しいと思いませんか私は自分で稼ぐ力をつけて、好きな時に好きな場所で暮らしたい。そう考えて実現しました。まあ、旅行しまくりの人生。 25歳で年収1000万を超えてから年に数回旅行に行っていましたただしこの子はサラリーマンなんでね4泊6日でかかる旅費は2人で200万円と1日33万円なんて無駄が多いんだろうと思ってました、まあ、せめてものを抵抗にブランド物の,の土産を買いまくったのが今の仕事につながるんですけどね、えー、旅費が高いで実はねなんでこんな旅費が高いか お土産も買うし、実はカジノも昔好きでよくやってたと。ね、そうなると、200万っていうね、費用が、えー、すみません、200万円ね、これね、旅費、カジノの費用は別ですからね、えー、カジノで買って旅費ただにしようというね、浅はかでバカな考えで旅行に行って、えー、カジノで負けて旅費が倍になっちゃったと、ね。200万円の旅費のはずが400万円になっちゃったという時にね、もう何も、 何もできないというか、もう払えっこない。払えない。その時にね、えー、大量に買って100万円分ぐらいとかね、多い時は200万ぐらいお土産で買ってましたけどね。まあそれを売りさばいて、えー、旅費の足しというか、まあ旅費をただにしたようなこともありますけどね、旅費を足し,しにしてたと。まあそれがね、えー、そっから10年ぐらい経って、えー、副業というか、 まあ本業で考えてた不動産がね、リーマンブラザーショックという予想外のイベントで、えー、借り入れできなくなっちゃったというあれこれありまして、えー、何をやろうとなった時のきっかけになりました。まあ、もっといい。ね、旅費は、ね、短い期間で行くと旅費って本当に割高だな,なと思ってました。で、普通に、まあ普通にというかね、まあ節約してエコノミークラスで旅行しても、4泊6日でかかる旅費は2人で大体いい50万円と、ね、旅費が 10何万20万弱ぐらいで、えー、6日間で10万円で収めてもね、お小遣いと食費で、まあ、それでも50万ね、ね、えー、1日8万円も使、疲れるケチケチ旅行と。まあ、なんか、なんかね、旅行どうなんだろうということでね、えー、何年間だ、えー、25歳から32ぐらいまでかな、7年間ぐらいは結構ね、年3、4回行ってましたけど、まあ、カジノで、 負けて飽きたというのとね、えー、それと、まあ、なんか、まあ、もう別に短い期間で行き,行きたいとこないなっていうので、しばらく、えー、旅行に行かないようになりました。それがね、えー、今の旅行は、もうね、89泊90日とか、で、かかった費用は100万円、なんとね、4泊6日で行った時より、まあ、1人で行ってるっていうのもありますけどね、えー、変わんないと。ね、今、100万円で、 えー、まあそんなに、えー、ケチケチせずに割とゆったりね、えー、そこそこいいとこ泊まって美いしいもの食べてという旅行ができると、えーまあ、1日1万1000ほどで、まあ、これ去年ですけどねロンドンパリポルトリスボンフランクフルトクレタ島アテネマドリードバルセロナと旅行してきました結局長い期間で行くとね 普通に旅行って航空券の比率が高いんで長い期間でね安い航空券、まあ、安いったって私は LCC には乗らないんですけど安い航空券を見つけていくとまあ1日あたりのね費用が安くなるとそれとまあ25年前ねあるいは20年前に行ってた人と違ってスカイスキャナーとかね Airbnb、ブッキングドットコムウーバーグラブとかのねその 移動を安くする、あるいは宿泊を安くする仕組みがね、えー、すごく充実してきたんで、まあ、移動も宿泊も、えー、半額以下、移動については大体半額ぐらいですかね。まあ、実際問題は、えー、転売で使ったクレジットカードのマイルでビジネスクラスとかファーストクラスの旅行をね、えー、無料でっていうのも多いんですけど、まあ、買ったところで安いのを見つけられると。宿泊費に限っては、 ロンドン、あるいはパリだとね、3万円出してもあんまりいいとこ泊まれないんですけど、えー、a i r BNB だと1万円以下でもね、えーまあ、3万円で泊まるホテルよりも場所も部屋もいいとこに泊まれると。ね、あとタクシーなんかはね、ウーバー使うと、まあ、場所によりますけど、大体半額から3分の1で、えー、移動できて、しかも、ね、フランス語とかポルトガル語とか、ねえー、スペイン語とかできなくても大丈夫と。 えー、地図で、ね、行き先と、ね、今ここにいるっていうのを、えー、勝手にアプリが教えてくれますんでね、それでナンバープレートを見て、車来たら手を挙げて捕まえてね、乗れば OK と。もう本当に、まあ、今は旅行しやすく、ね、楽しく旅行しやすくなったなっていうふうに思います。さらにさらに、ね、これが重要なんですけど、アマゾンのおかげでね、旅行中も収益が上がると。まあ、これが大きいですね。これなかったらこんな旅行ばっかしてらんないわけですから、 で私の場合はね、Amazon の使い方をサポートして収益を得ていますで。サポート会員を募集するのは集客が大変です。ね、このようにね、毎日動画アップしてますしね、えー、それをもうかれこれ、7、8年やってるわけですけど、それはなかなかしんどいだろうなと。ところがね、Amazon を使って日本製品を販売して儲けるのであれば、簡単に誰でもできます。ねえー、普段 Amazon にね、商品を送って、で旅行前にはね、 そんなに、だから、ホリデーシーズンとか、なんか、ドバッと売れる時じゃないに a に、アマゾンにある程度3ヶ月分とかの、ね、在庫を入れて旅行に行っちゃうというのであればね、えー、別に全然、えー、誰の手も借りず1人で、ね、旅行の間でも収益上がるという形になります。まあ、さらに言えばね、えー、旅行中もね、誰か買い物して、えー、商品を送ってくれる人、まあ、これを見つけとけばね、えー、まあ、旅行中でも、ね、リモートコントロールで稼げると。 いう形に持ってきます、まあ、そんなことができるのもやっぱ日本に生まれたおかげなんですね。日本に生まれたことに感謝と。何しろ日本製品は海外に持っていくと高く売れます。そして日本のパスポートはビザ不要でほとんどの国に長期滞在が可能と。例えばね、ビザがこれ必要だった場合、例えば学生ピザを取るといくらかかるか。アメリカだと100万円、ね、単身の場合ですね。 これは20年前のニューヨークの語学学校に通うために私が2年間のビザを取得した際の費用です。ねまあ、結局半年でね、金使いすぎて帰ってきちゃったんですけど、まあ、2年間ね、ビザを取得した際にはこれだけかかりました。で、オーストラリアだと300万円かかりました。まあ、5年前ね、シドニーの語学学校に通うために2年間のビザを取得した際の費用。夫婦と小学生一人と。これね、なんでオーストラリア高いかっていうとね、オーストラリアってね、 まあ、オーストラリアっていうかね、えー、子供がいるからかもしれないですけど、えー、語学学校に通う、妻が語学学校に通う、えー、私は何もしないで家で働いてると。で、娘は小学校に通う。娘の小学校の費用と、嫁さんの語学学校の費用、それと健康保険料、えー、が高いです。ね、で、えー、これは2年間のビザを1回取得して、延長してさらにもう1回ね、えー、ビザを取りましたんで、300万が2回かかってますね。 からビザを取得するだけの費用で150万円かかると、年間ね。ところが、ね、えー、さ、求人地でいいんだったらね、アメリカでもオーストラリアでもビザなしで求順地滞在可能です。まあ、さらにヨーロッパも滞在可能ですね。で、これ、このね、語学学校のビザ、100万とか300万とかかかんないってのは本当大きいですよね。まあ、別にアメリカにね、求人地以上どうしてもいたいと言うんでなければ、アメリカに求順地行ってね、 カナダに90日行って、オーストラリアに90日行けば、別にね、えー、年間270日、そして、えー、残りの、えー、90日は、まあ、日本にいるという形で、英語のね、えー、別に現地に行って生活してれば英語は覚えます。というか、むしろ現地に行って生活して普通に、えー、いろんなトラブルとかね、えー、やりとりとか、えー、自分の意見を主張するとかって英語を、えー、実際には学んだ方が、えー 語学学校に通うより、はるかに英語スキルが上がります。というか、語学学校に通って英語がすごいできるようになりましたって人はあんまり見たことないですね。まあ、もといね、えー、ビザなしで90日間ほとんどの国に滞在可能ということでね、旅行が安くできる。そして、物販ビジネスはね、そこまで持っていくのに、まあ、簡単で単純なビジネスモデルなんでね、何しろやることは、購入した金額より高く売って利益が出る商品を探して売るだけ。 このシンプルなね、商売の基本を学べば一生もののスキルになります。秋っぽい私でもできました。転職と引っ越しは共に20回以上。釣り、ゴルフ、オートバイ、エッドソテラ、秋っぽく数年熱中したと思ったらいつの間にかやめてます。しかし、転売だけは楽しいので20年以上続いてます。まあ、楽しいプラスね、収入が入りますからね。さらに、教えるという仕事もショーに合っていたようで10年以上続けています。 ここんんんだけけ喋ってからなでんなんですすどこんにちは転売王堀秀夫です私は2009年からネットで物を販売して稼ぐ方法のコンサルティングをしています物を売って稼ぐには無駄遣いが好きな人をターゲットに無駄な物を売るのが儲けやすいです無駄な物は必需品と違って価格に敏感ではありませんので高くても売れますまた無駄遣いが好きな人は勧める物を次から次へと買う傾向があります 無駄遣いが好きな人はどんな商品を好んで買うか。それを教えるのに私は最適な人です。なぜなら私も無駄遣いが大好きな浪費家だからです。二十歳で栃木の日光から東京に出てきました。そしてバブルの時期に投資マンションを売るという不動産の仕事をしていました。投資マンションを売る会社では無駄遣いが歓迎されます。それは金を使うのが好きな社員ほど稼ぐ必要があるからです。 高い家賃の都心に住んで、あれこれバカみたいに金を使う。そうすれば、掘っておいても、たくさんのマンションを売れるようになります。そんな会社の策略にまんまとはまって、毎月50万ほどは胸金を使ってきました。たくさん使う月と、そうでない月があるにせよ、コンスタントに月50万以上は使ってきました。そんな生活を、20歳から50歳まで30年間、いくら使ったのか計算すると、 月50万円かける12ヶ月かける30年間、1億8000万円。自分で書いてて嫌になっちゃいますけどね。えー、使ってまいりました。ねまあ、小さな頃から、中学校の頃からね、このアーポールエクササイザーとかね、あるいはブルーワーカーとか、ねえー、あるいはワインに凝ってた時はね、えー、ワインは今も結構飲みますけどね、やっぱグラ,グラスはバカなだねと思ってね、えー、このグラスだけで8万円もするグラスを買ってみたいとかね、 ワインで言えばペトリス。ね、今や1本60万とかね、えー、とんでもないの、まあ、もちろんもうちょっと安い値段でしたけど、買って集めたりしました。でね、飛行機も、まあ、飛行機かなり大好きでね、この A380 という飛行機がね、飛行機の中でね、なんとシャワーが浴びられると。まあ、それをちょっと体験してみたくてね、タ、え、イ、ー、航空のファーストクラスに乗っていました。なかなか良かったですね。また乗りたいなと。 また乗ろうという感じですけどで。車はやっぱスポーツカーということでね、RX7、FX、RX7、FX じゃないですね、RX7、FC サイエンス乗ってましたね。で、ホテルもかなり昔はホテル凝っててね、えー、やっぱホテルといえば、ゴージャスなホテルといえばパリのリッツだろうということでね、リッツに泊まってみたりもしました。あと、これはモナコの、えー、アラン・デュカスのレストラン、ルイ・キャーンズ。 非常に美味しいレストランでした。そしてハワイでトローリング、ねえー、これでラスベガスのカジノでボロ負けした後に、ね、ハワイ行ってね、ふて寝してたんですけど、まあ、せっかくのハワイでふて寝だけで終わるのもどうかなと思ってね、トローリング参加したらね、まんまと、えー、確か600ポンドかな、とんでもなくでかいカジキマグロが釣れましたね。あとラスベガスのカジノをね、 えー、そんなに頻繁には行ってないですけどね、行って、えー、寂しくなるぐらい負けたりもしました。まあ、こうして眺めてみるとね、えー、とても消去の人が使う金額じゃないと、えー。だってすごく稼いでたわけでなく、せいぜいサラリーマンに毛が生えた程度の所得でした。まあ、サラリーマンに毛が生えたってのはね、えー、1000ちょっと超えて1200とかそんなもんですね。普通に考えると、こんなに使えるわけがありません。なぜこんな浪費が可能だったのか。 まあ答えはヤフークなんですね実はこの昔、城南電機ってのがありましてね、その宮地社長という方がね、まあ、宮地社長というかね、この城南電機が主婦を、ね、無料でヨーロッパ旅行に連れて行くと。無料で連れて,てどうするのなんかの検証じゃなくてね、行きたい人を無料で連れて行くってどういうことと思ったらね、ヨーロッパに無料で旅行に連れてって、ビトンでバッグを大量に買って、城南電機で転売すると。そうすると儲かる。 ヨーロッパへの旅費を払っても儲かるとは、どれだけ儲かるんだろうと。それなら自分も試してみようと思って、えー、このビトンの、ね、転売を始めました。結果は予想以上に良好でしたね。一回旅行に行くと200万前後儲かりました。ただしカジノで負けた金額を除けばですけどね。エルメスの部屋、今、このエルメスの部屋40万以上とかで売れてましたからね、ヤフオクでね。今となった夢のような物語ですけど。 レビドンのキーボードもね、買った値段の3倍。2倍だったらもう飛ぶように売れてましたね。このグラフティも同じように植えてました。まあ、とにかくね、えー、もう儲かる商品は分かってないんで、いかにたくさん買うかというのがね、この頃ね、頑張ってましたね。えー、英語もフランス語もできないのにね、パスポート持っていくとバレて売ってくんないから、えー、俺は旅行者じゃないって言い張ってね、キャッシュで買ったりとか、えー、そんな、えー、なんか、 <laughs> よくそんなに買えたなっていう方法で買ったりもしてましたね。も、ま、と、あ、よりそして消費者でありね、販売者でもある私は、えー、儲かる商品の見つけ方を教えるのが得意なので、コンサルティングを始めました。ねえー、当時、輸出とか、輸入、輸出,輸出教えてる人ほとんどいなかったんでね、輸入を教えてる人にね、まあ、この、この頃こうやって V トンとか売ってた後、10年、10年ぐらいかな、えー、ブランクがあったんで、まあなんかね、えー、その、 まあちょっと知ってるぐらいの人だったんですけどね、えー、なんかね、えーそのまあ、普通に買って1万円ぐらいサーカー取れる商品ってどんなもんですかねって質問したらね、もう剣もほろろにね、えー、そんなのがあったらこっちが聞きたいぐらいですみたいなね、えー、すごいお怒りの返事をいただきまして、あ昔とは状況違うのかなと思ってちょっと見たらね、簡単にボロボロあるじゃんと。えー、こいつらの目は不思議はなかった。 俺ならね、えー、もっといい商品たくさん見つけられるということでね、えー、コンサルティングを始めました。で本も、輸入と輸出の本2冊出してますで。そんなこんなでね、まあ教える仕事も,も10年以上やってまして、まあ、10年以上教えるのだけでね、メインで食べてるって人もね、他に多分そうそういないと思います。でね、今、何しろビッグチャンス、ね、オーストラリアアマゾンの物販開始が控えてます。 まあ物販はも,もう開始してるんです。FBM も開始してるんですけど、まあ、システムがまた Amazon というにはね、甘すぎるんで、まあ、これからね、システムが本格稼働すれば、オーストラリアは相当売れるだろうなと。で、今現時点でもね、システムは拙いにせよ、まあ、オーストラリアっていうのはライバルが少ないんで、まあ、十分に稼ぐことができます。まあ、そんなこんなで、ね、a z o n オーストラリアで、今の本業以上に副業で稼ぐチャンスです。 ここをクリックしてね、オーストラリアアマゾン輸出サポートページを見てください。ねえー、儲かる商品、どんなのが何倍で売れてるとかね、あるいは、えー、サポートを受けたいならいくらという情報が書いてありますので、えー、まずこちらをチェックしてみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。